島劇場のシアターグリービッグツリーシアターの楽屋からお届けしておりますけれども、今ちょうど、ブルーの、公演期間中でございまして、それで今日は何をやるかというとですね、いただき物なんですけれども、タカラトミーさんですね。最近僕らなんかタカラトミーさんのものばっかりやってるような気がしますけど、 R2D2 フルキャラアイス、夏っぽいものを頂戴いたしました。ありがとうございます。これがどういうものかというと、うすうすということで、いろんなものをここにすでに用意してるんですけども、こういうマグカップ的な感じになってるわけです。で、こんなカーにファミリーマートの氷を入れて、ファミリーマートで買ったこの塩を入れて、こういうものたちができると。レモンアイスだの、ヨーグルトアイスだの、こういうのを作ることができる。ほうほう。氷入れて、ジュース入れて、振って、出来上がりと。何のアイスを作るか。ね。いろいろなご意見があると思いますけど、僕が作るのはもちろんこちらですね。臭いやつ、大根蜂蜜のアイスを作ってみようと思います。でもね、今ね、大根が今大根をこう上辺を取りさらった状態なので、匂いはそんなに。まず R2D2 の本体の方に、ファミリーマートの氷を入れます。氷は絶対ファミリーマートにしてください。この中に、まあ、こんぐらい入れてみましょう。氷の中に水と塩を入れます。ちょっとね、味塩しかなかったんで、こんなに塩をいっぱい使うの。だって昔はね、塩ってほんと貴重だったんですよ。塩で人が死んだんですから。さあ、計量カップの内側の線まで、塩。これはどういうことかというと、皆さん多分理科の授業で習ったことあると思いますね。バー入れます。水を同じぐらいですね。バー入れますと。アルミカップ。これがね、内蓋みたいな感じでついてるんですけど、大根、蜂蜜、生姜が入れてみましょう。さっき氷、塩、水を入れたものの上にこいつをセットします。あ、すげえ不安になってきた。うまくいかねえような気がしてきた。で、蓋閉めます。そしてこの R2D2 のキャップをガッと入れて、はい、こういう感じでセットすると。90秒から150秒振るとアイス。シャーベットが出来上がると。振ってみましょう。あ、うわ、もうだいぶ振ったでしょ。電撃に支障が出るぐらい振ったでしょ。もうこれでちょっと開けてみましょう。凍ったのかどうかってことですよね。こちら、はい、パカー、全然凍ってない。さっきよりも冷たい感じになってます。よっ、あすごくキンキンには冷えたんですけど、こういうですね、もうシャーベットとはちょっと言えないですね。これだと、うわ、冷て、すごく冷たい大根蜂蜜が出来上がったっていう感じですね。あの、夏っぽい夏っぽいのは間違いないんですけど、また蜂蜜って凍らないじゃないですか。そういうことなのかな。蜂蜜が入ってるからあんまりあれなのかな。あ、生姜は凍ってる。うん。ということで、頑張った結果ですね、冷たい大根蜂蜜が出来上がりました。これはしょっぱいね。さあ、ということで、演劇公演ブルーの方がですね、池袋シアターグリーンビッグツリーシアターで行われております。当日券も結構な枚数用意してます。枚数で10枚から20枚ぐらいは用意してますんで、当日フラーッと来ても結構見れます。で、まあちょっと今後ね、後半に来るにつれて結構当日券も混雑が予想されるんで、あれなんですけども、ぜひぜひ当日券もやってますんで、フラッと来ていただけたらなと思います。それとあと今回のブルーの公演 DVD にも なってますので、まあまだなってないです。 DVD にもなります。ストアの方でですね、そちらの方も、受付を開始しておりますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。やってみましたが、アイスシャーベットにはならずということでした。頑張ります。じゃあねー。